ロードバイクのスプロケット。こちらが2万円。そしてこちらが3000円。一見同じに見えるスプロケは、なんでこんなに価格差があるかわかりますか？はい、どうもこんにちは。笹野林業でございます。ロードバイク歴は10年以上。趣味でですね、サイクリングとか、ロードのカスタム、パラカン、そんなことをね、やってます。最近ね、めっきり寒くなりましたね。せっかくね、秋用に買ってたアームカバーとレッグカバー、ほとんど使わずにね、しまっちゃいました。もうね、冬物の出番ですね。今回なんですけど、これですね。皆さん大好き。スプロケットの話。ロードバイクのね、スプロケットって、シマノをね、例に出すんですけど、現在のね、11速のスプロケットのハイエンドは、デュアエって3万円以上。11速のね、エントリーは105になるんですけど、105のスプロケットは約5000円と、価格差約6倍。僕が使っている10速時代のものだったら、ハイエンドはデュラエスの CS7900 というんですけど、それが2万円以上。エントリーはですね、ティアグラクラスのものが存在して、約ね、3000円とめっちゃ安いんですよ。価格差はね、約ね、7倍あるんですね。ではね、なぜこの価格差が生まれるのか、皆様ね、説明できますか？単純にね、重さだけじゃなくて、大きな違いがあるんですね。それをね、この動画で実物を見ながら比較して解説したいと思います。この動画ではですね、これから紹介するハイエンドとエントリーの違い3点と、実際何を買うのがコスパがいいのかまで紹介したいと思いますので、これからね、スプロケットを交換しようと思っている方、ぜひね、最後までご視聴ください。それではね、早速僕が持ってるハイエンドのスプロケとエントリーのスプロケを比較して解説していきたいと思います。はい、皆様から見てですね、左側が CS7900 デュラエースとなります。ハイエンドモデルですね。枚数は10枚で、刃の構成は 12-25T というものですね。右側はですね、10速時代のエントリーグレード、まあ今もね売ってるんですけど、ティアグラグレード CSHG500-10 と呼ばれる型になりまして、枚数は同じく10枚、刃の構成は 11-25T という形になっています。全くね、まあ同じではないんですけど、トップのね刃数が1本違うだけなんで、ほぼほぼ同じだと思いますので、そこはご容赦ください。それではね、まず違い1点目、それはですね、もちろん重量ですね。ではね、エントリーとハイエンドでどれくらいの重量が違うのか測っていきたいと思います。まずはですね、ハイエンドのデュラエスから測っていきましょう。はい、出ました。重さはね、 184g ですね。それではエントリーの方、ティアグラグレードの方のスプロケットの重量に行ってみましょう。重さはですね、 252g ということですね。第1ラウンド重量対決ではですね、ハイエンドのデュラエースの方がですね、 68g 軽いという結果になりました。これがね、まあ重いか軽いかって結構人それぞれなんですけど、実際ですね、このスプロケットがホイールについて、それがね、回転体の中心となってね、回転しますので、やはりね、まあ、回転体は軽いが正義というのが、まあロードバイクの鉄則になりますので、たかだかね、まあ、約 70g くらいなんですけど、結構ね、その差は速さにね、影響を与えるかなと思います。実際ね、まあ、70g くらい軽いと、持ってもね、その違いが明確にわかるくらい軽いので、そのね、まあ、素材の違いで、これだけのね、軽量感が測れてるという意味でですね、やはりね、ハイエンドっていうのが明確かなと思います。それではね、ハイエンドとエントリーの違い、2点目いきましょう。2点目はですね、素材の違いですね。まずはね、デュラエースから見ていきましょう。ちょっとね、まあ、使用感があるので、あまりね、色の違いが画像ではね、見て取りにくいと思うんですけど、トップ側の1、2、3、4枚がチタン製になっている。あとは、他のグレードと同じくスチール製なんですね。このチタン製がですね、まあ先ほどの軽さに寄与しているという意味で、若干ね、見た目はくすんで見えるんですが、実際比較すると、
非常にね、まあ、奥行きのあると言ったら正しいかどうかわからないですが、質実剛健なですね、素材感が、まあ、見て取れるんですよね。で、型やですね、こちらの方はティアグラグレードのエントリースプロ系。見た感じね、キラキラしてて、こっちの方が綺麗なんですけど、全体的にこういったクロム仕上げになっていて、デュライエスとの大きな違いは、こちらオールスチール。なので、重量はね、デュライエスよりまあ圧倒的に重くなるって感じですね。デュライエスとね、やっぱ比較しちゃうと、やっぱどことなくね、安っぽちい感じの、まあ、見た目になっていますね。はい。そしてね、ハイエンドとエントリーの違い3点目ですね。それはね、このスプロケの構成に秘密があります。何が違うか、それをね、一気に比較していきたいと思います。はい。これでですね、分解完了なんですけど、一目瞭然ですね。上がハイエンドのデュライエス、下がね、エントリーのティアグラです。ハイエンドのデュライエスはですね、可能な限り分解できます。下の3枚はワンピースになっていて、その次は2枚で1セット。あとはね、スペーサーを含めてバラバラに分解できます。バラバラに分解できると何がいいのかというと、どっかね、一部分が欠けてしまったり欠損したりしたとしても、その部分だけの交換で運用がね継続できる、非常にねメンテ性に優れてるってところですね。あとはね、分解できて洗浄も容易なので、隙間とかの汚れとかもね一気に落とせます。型や下っ側、エントリーのティアグラですね、こちらは上のね7枚はかしめてあってワンセットになってるんですよね。それ以外の3枚はバラバラになっている。つまりこれだとね、まあ、どっか1つが欠損したりすると、まあ、全交換になっちゃうような感じになりますね。あとはね、こうバラバラにできないんで、やっぱね奥まで洗浄ができないっていうところも欠点の1つかなと思います。という形でですね、見てわかる通りメンテ性は格段にハイエンドの方が上というふうになります。ちなみになんですけど、ハイエンドとね同じ構成をしているものは105やアルテグラもね同等なので、このようにね合体してる構成をしてるのは基本的にはね、まあ、エントリーグレードだけというふうになります。はい、どうでしょうか。ハイエンドとねエントリーではこれだけ違うというのがね分かっていただけたかと思います。僕が使ってる10速世代だとハイエンドとエントリーでその重さはね約 70g しかないんですが、構成するパーツの少なさとか同じ金属でいかにね耐久性と軽さを両立させたものを作り上げるかっていうところにコストがかかってるので、それでねむちゃくちゃ値段が高くなってるっていうのがオチですね。11速世代の、まあ、現代の話をすると、トップモデルのデュラエース R9100 のスプロケットは 11-28T で重さは 193g、 11速のエントリーである105の11-28T の重さは 284g なんで、その差はね約 90g まで広がってるんですね。価格差はね10速世代ほどではないんですけど、それでもね約6倍の価格差があるんですね。という感じで皆さんね、ぜひねグレードアップにはデュラエースを買ってくださいと言いたいとこなんですが、価格が全然違いますよね。これではねやっぱり初めてね、まあ、スプロケットを交換するには非常に敷居が高いですね。なので僕がおすすめする最初のねグレードアップとしてはこの表を見てください。はい、今ね、まあ、画面いっぱいに出てると思うんですけど、10速もね11速もこれアルテグラ、このねアルテグラね、ハイグレードの差と価格差のところにねちょっと青く色変えておいたんですけど、見てください、トップグレードとの差もね約 30g、ただねその価格はですね約8000円と、デュライスのね違いはチタンかチタンじゃないかというとこなんですけども、それでもですね重量はハイエンドに肉薄しているし、その割にはですね価格は1枚もしないということで、非常にねコスパが優れて、かつね性能も十分というようなスプロケットになります。これはね私でも胸を張って言います。まずグレードアップは
このアルテグラを選んでくださいと。10速世代のエントリーとの重さは 20g くらいなんですけども、11速世代の現代のエントリーとの差はですね約 30g くらいなんで、それでもね回転体でそれだけの重さが変わればある程度変わったことはね実感できると思います。さらにね重さだけじゃなくていわゆるねギアの精度なんですけど、精度ももちろん向上しているので変速とかもね今以上に気持ちよく決まるはずです。ということで今回はスプロケットのハイエンドとエントリー、なんでこんなに価格差が離れてるのかっていう動画になりました。やっぱね僕もデュラエース使ってるんですけど、デュラエースはねお金のある人ならともかく僕みたいな、ね、やっぱ庶民はですねデュラエースを狙うんだったら中古がおすすめですね。10速世代のデュラエースならば中古相場はね5000円前後、11速の、まあ、現代のねスプロケットであれば中古相場は1万円前後なんで、ちょっとね頑張れば買えるレベルですよね。ただね、まあ、中古を買うときはですねこういった刃の摩耗には気をつけてください。あとはね刃掛けとかね状態はねよくチェックしてください。それでねそこそこいいものが安く売っていたらこれは買いですね。デュラエースはね性能もトップなんですけど、やはりね評価すべきはそのロマンですよね。デュラエースをね持っているやっぱ所有感っていうのは何でも買い難いものがあると思います。ぜひねお安く売っていたら即買いしちゃってください。今回のね動画は以上となります。笹野林業はですね皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるようにこれからもねエールとなるような動画を配信していきます。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。